社会保険労務士会完全国社会保険労務士会連合会は社会保険労務士法第25条の34に基づき厚生労働大臣の認可を受けて設立された特別民間法人である各都道府県の社会保険労務士会による連合組織であり社会保険労務士がその名称を名乗って業務を行う際には都道府県社会保険労務士会を通じて 全社連に備え付けられている社会保険労務士名簿に登録することが義務付けられている。上記の目的を達成するため、次の事業を行う。社会保険労務士の品位を保持するため、社会保険労務士会及びその会員に対し、勧告または指導を行うこと。社会保険労務士の資質の向上を図るため、社会保険労務士の業務に関する研修を行うこと。 社会保険労務士の登録及び社会保険労務士法人の届出に関する事務を行うこと。社会保険労務士の業務の改善進歩を図るため調査研究を行うこと。社会保険労務士制度の普及宣伝を行うこと。社会保険労務士法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令に関する調査研究を行うこと。 関係行政機関等に対する協力及び連絡を行うこと。解放の発行を行うこと。福利構成に関すること。社会保険労務司法の規定に基づく社会保険労務指試験の実施に関する事務を行うこと。社会保険労務司法の規定に基づく紛争解決手続き代理業務試験の実施に関する事務を行うこと。 社会保険労務司法の規定に基づく試験免除等の講習を行うこと。資格審査会の設置及び運営を行うこと。社会保険労務士の電子申請に関する業務を行うこと。認証個別労働関係紛争解決手続きの業務を行うこと。その他本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。全社連には資格審査会が置かれ。 全社連の請求により、社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取り消しについて必要な審査を行う。資格審査会は、会長及び委員6名をもって組織し、会長は全社連の会長をもって、これに充てる。委員は、会長が厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働または、 社会保険の行政事務に従事する職員及び学識、経験者のうちから格動数を移植しなければならない。委員の任期は2年とする。資格審査会は委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決をすることができない。全社連は社会保険労務士試験の試験事務を行う場合においてその役員のうちから 試験事務に従事する者を選任しなければならず、選任したときは、その日から15日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した、届け出書を厚生労働大臣に提出しなければ、ならない。全社連は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び、採点を社会保険労務士試験委員に、行わせなければならない。 試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備えるものの、うちから選任しなければならず、選任したときは、その日から15日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに、当該試験委員の担当する試験の科目を記載した、届け出書を厚生労働大臣に提出しなければ、ならない。試験事務に従事する連合会の役員もしくは職員、 試験委員またはこれらの職にあったものは、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者のは、刑法その他の罰則の適用については、法令により、公務に従事する職員とみなす。厚生労働省令で定める要件を備えるものとは、いかのいずれかに該当するものであることとする。前社連は、厚生労働大臣に対し、 社会保険労務士の制度の改善に関する意見または、社会保険労務士の業務を通じて得られた、労働社会保険所法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。厚生労働大臣及びその他の行政機関は、社会保険労務士法及び、労働社会保険所法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、 社会保険労務士会または、全社連に協力を求めることができる。全国社会保険労務士厚生年金基金、ホームページ閉鎖のお知らせ全国社会保険労務士、会連合会。ありがとうございます。